のサポーター、そしてファンの皆さん、そして7連勝です。そして今日のお立ち台は羽生選手に来られました。準々決勝第1戦、この大事な試合、最後の先手の勝利、今のお気持ちを。皆さんと一緒に喜びたかったチェックでした。そして最近のチームのコーチを、どうしてもゴールを決めた選手に注目が集まりがちなんですが、でも東京サポーターは羽生選手の運動量、そしてアシストしっかり見てますよ。すべての人はチームみんなのおかげですし、また東京タイムの方々のおかげだと思います。みんなで協力していただきたいと思います。今日も羽生サポーターとしては羽生選手をどうぞ見たい。いやー、一番重要なことなんですけど、どうしてもね、まあ、練習して、なおと一緒に練習して、勉強させてもらいたいと思いますし、でも全てはチームが勝つことのために走りたいと思います。では、サポーターの皆さんに、大変な成長をお願いします。いつも本当にありがとうございます。これからも、まあ、最初は出遅れたので、これから練習をすることだけを考えて、チーム一丸となって頑張りますので、これからも熱い応援よろしくお願いします。